こういいチャンスだから、あのオフサイド、あのライズマン見るのはかなり遅れて、あの遅れてる部分が3、4回ぐらいありますね。そうですか、はい。今日の主審は塩谷殿さんです。先進が井崎さんと小川さん、この3人で行われております。さあまた向こうサイド、向こう島ボールはつながっています。ラインを割っていません。これは激しいプレー。このボールをなんとか戻したいエスパルス。ラインいっぱい、ラインいっぱい、センタリングはとラインを割りました。長谷川ちょっとアウトサイドにかかったような感じです。あの攻撃は結構いいんですけども、あのなんかこう気持ちが先に出て、ちょっとこう一つ一つのプレーには焦りが見えるんですね。ちょっと早くしよう早くしようとする意識がちょっとミスに結びついてるなという感じがありますね。はい、はい。まあ、センタリングにもちょっと力が入るとか、あのオーバーするとか、今もね、はい、せっかくあそこまで追い込んでいいチャンスを作ったのに、こうキックときにこうちょっとミスキックするとかね。はい、まあ、ミスキックですね今のは。まだ両チーム点がありません。しかしエスパルスがかなりのチャンスを作っております。かなりの多くの回数チャンスを作っています。エドゥが行きます。エドゥとビスコンティ、高く足を上げました。ビスコンティさらにこれをキープしようというエドゥ。さあどこを使うか、左サイドには杉本がいます。まだ粘って、おっ渡辺抜いていきましたが、ここで笛、ここで笛、ファールがありました。倒れているのはエドゥ、あっとイエローカードが出ました。ビスコンティイエローカード。これでビスコンティは2枚目ということになりました。佐藤、まあ、今日はゲームの、はい、今日はかなり出そうな感じしますね。そうですね、はい、ここですね。ビスコンティは盛んに指定してましたけども、これで2枚目のイエローカードをもらいました。ビスコンティ深い位置でフリーキックを得ました。エスパルス先制点なるかどうか。左45度、さあ上り、柔らかいボールを松永と競り合おうというマルコですが、松永の手が一瞬も早かった。いいところに上げましたね。やっぱりマルコスのヘディングが強いということは分かってますから、はい、まあ、それを裏をかいてね、マルコスにつらして同サイドで思い切って直接狙っても面白かったかもしれないです ね。しかしこれでコーナーキックを得ました。初めてのコーナーキック。さあ上りは蹴ります。これはキーパー出られる、ヘディングシュート、マルコ頭を抱えました。マルコ・アントニオ、でも本当にヘディング強いですね。強いですね、はい、本当にこの高さは他の追随を許さないという。このコーナーから点取る能力はリーグでバックとしてはナンバーワンじゃないですかね。そうでしょうね、はい、このヘディング、ちょっとこれは日本人でね、ちょっと背が高い選手でもそうですね、叶いません。間違いなくリーグナンバーワンと申し上げていいと思います。セットプレー、マルコスと向島が写真撮ってポスター作ったら流行るじゃないかなと思うんですね。まあ我々もそのテレビの世界でですね、はい、そういうような演出をすることがありますけどね。まあ、向島よりちょっと気の毒な気もしますけど、けどもあの2人がね同じチームであって、はい、それもこう大活躍している、はい、まあ、非常にサッカーの背が高いと背が高くないという特徴が、はい、そこにこう活躍できるというのがね面白いと思いますね。そうですね、レバートンが長谷川健太を後ろから抱き上げました。ちょっと痛そうにしました。フリーキックが行われます、まあ、ですから背が高くて体ががっちりしているのも一つの武器だし、逆に向こう島の小さいのもこれは一つの武器になっているということも言えますね。だからお互いがお互いに持ってない良さを持っているというね、はい、片方はヘディング、片方はスピード、はい、個人技ですね。さあエドゥが行った、どうだ、すぐに流した、すぐに流した、これをどうする、ホームラン、懸命にクリア、懸命にクリア。エドゥはチャンスと見て呆然と、それほど足は速くないんですけど、じわ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 エスパルスの得点がこう近づいてるっていう感じがしますね。あ、そうですか、はい、この時間帯にやはり取っておきたいですね。そうですね、大榎非常に前に積極的に出ています。カットしました、向島、これもいい形、うまくトラップして向島絡みます、向島絡む、さあ流してゴール前、佐野森がいる、あっとこれは繋がらない、これは繋がりませんでした。山田、今度は逆襲に転じます。マリノス、ゆっくり繋ぎます。
このあたりはマリノスのペース。ビスコッティ、さーっといいですね、向島君寄ってきましたね、今ね、向島君絡んでます。だからやっぱりボールに絡む方が彼の良さが出ますね。あ、そうですね、はい、ここは内藤ヘディングで、現在30分を経過しました。エスパルス、マリノス、あっとこれ一人になった、守りました、ね、よく守りました、はい、平岡、三浦があわやフリーになりかかりました。そこをうまく体を寄せて守りました。平岡、今日は縦一本の攻撃が非常に多くなっています。まあ、越後さんのお話ではアウェー用の戦法であるということですけれども、まあ、特にねやっぱりエスパルスがホームでね、ええ、これぐらいのあのエスパルスの応援の力みんなご存知ですからね、ええ、ここで先取点取られたら非常に精神的に厳しいっていうことは分かってると思うんですね。そうでしょうね。でもこのレフリーも非常に長谷川君の競り合いのそのファウルほとんど取ってますね、ええ、なんかこだわってるって感じがしますね。そうですか、はい、この位置でのフリーキック、マリノス長いボール、これは山田と平岡、この2人は清水商業出身の先輩と後輩、平岡が先輩になるわけですが、なんか清水には清水でっていう、ちょうど攻撃的な2人が清水ですからね。そうですね。しかしここはその先輩格の平岡としても負けているわけではいきません。頭で落とします。しかしこれをボールをカットしました。さのぼり左サイドにエドゥ、もう一回左サイドに杉本、中に入れます。これはスルーした格好になりました。ちょっとこれはどうしたことか、味方の選手がいると思ったのがゴールに近いところでトラップできなかったっていうですね。そうですね、ミスですね。スルーしたような格好になりましたね、はい、今エスパルスとしてはチャンスをつかみかけましたが、まだ敵陣深く入っています。マルコヘディングでタッチに逃れます。30分を過ぎてもまだ両チーム得点がありません。とにかくなかなか先取点が奪えないのがエスパルス。もちろんマリノスもこれまで7試合で5点しか取ってませんから、同じようなことは言えるかと思うんですけれども、特にエスパルスはこれだけの攻撃力を持っていながらなかなか先取点が奪えない。唯一この日本平で行われたサンフレッチェ広島戦で先取点を奪ったかと思いましたら、それが唯一の得点で、まあ、1対0だったということでね、はい、まあ、笑うに笑えないようなお話なんですが、この数試合特に相手に先に点を取られるケースが目立っています。エスパルスやっぱりね、安藤志君、追い抜くが攻撃的に出れるようになって、はい、あ、エスパルスのもう少しこう破壊力が出てくるなという感じがありますね。はい、もう一人ね、ディフェンシブ、オイノック君じゃなくて、はい、エドをもう完全フォワードに持っていってですね、はい、高さもありますから、それで、長谷川、エドゥ、テサーノボリ、オイノキが攻撃的にやって、もう一人ディフェンシブにやれば、このチームもっと攻撃力が出ると思いますね。あ、そうですか。さあ、三浦にボールが出ました。深く入り込んで、内藤ヘディング。あ、これは向島です。よく守っています。非常によくはボールに絡んでいる向島、はい、ドリブルからサノボリへ、大きな歓声が沸き起こっています。大サイドの杉本、っとこれはスライディングタックルで逃れました。最後は勝也、今の勝也のスライディングすごいですね。すごいですね、スパイクの跡が。あ、そうですね、まさにもえぐれてますね。ゴルフでいうとターフが取れてるようになってますね。ブルドーザーですね。はい、まあ、勝也のそのファイティングスピリットっていうのは本当に、ね、すごいですね、素晴らしいものありますよね。ハーフタイムにあそこに砂入れてほしいですね。そうですね、ゴルフでいうと目土ということになりますけど、それにしてもすごい気迫を見せました勝也のスライディングタックルですから、あの時点でやはり杉本もですね、なんとかそこを自分のものにしなきゃいけない。おっと、これはオフサイドありません、ありません。山田どうする、山田どうする、左足シュート決まった、山田左足ゴール。地元出身の山田やはり燃えました。1点先制はマリノス。前半の35分、一人で仕事をしました。前半の35分、ちょっと無然とした表情の首脳陣、
ち着いてましたね。落ち着いてましたね、はい、まあ、僕も前半の立ち上がりから山田君の、ね、ちょっと意識しているスピードで来ようとしているというところで、ね、もう本当その通り出てオフサイドトラップかけるかけないという中途半端なところにマルコスのカバーリングも遅れましたね。あ、そうでしたね。またまた越後さん選手点を取られましたね、はい、スパルスとしてはね、まあ、押しながらね、これが一番危ないというのはヴェルディ戦も一番押しているときに逆襲でやられているという、はい、まあ、一つのバックラインがちょっと横に並んだときにスピードを持っている選手に非常に弱くなっているという反省ができていないと思うんですね。宇宙戦とかまっすぐ来る選手に関して非常に強いバックラインですけども、特に真ん中のカバーリングとかですね、はい、ちょっとスピードがある選手には失点よく取られてるなという感じがしますね。なるほどね。さあ、このボールはつながるか。スライディングでなんとか自分のものにしようというところですが、外に出ました。タッチラインに出ました。先制点は横浜マリノスが挙げました。地元この清水出身の山田隆弘、日本代表山田、その左足のシュートがゴールを揺るがしました。1対0。エスパルスとしてはなんとか前半で追いついておきたいところ。これ山田君もやっぱりよく清水に点取りますね。そうですね、前も確かこっちで解説した時にナビスコカップ彼も点取ってましたね、はい、それがやはり先制点でしたね。そうです、はい、あと清水が大逆転したんですけどね、はい、同じような、そうですね、形でしたね、はい、確か前半に山田が点を取って同じゴールに入れてますよ、はい、右サイドから上がっていって、はい、中に切り込んでいって、はい、逆の、ネットに入ったんですけどね、サイドに入ったんですけど、はい、なんか似てるなっていう感じがしますね。そうですね。そのナビスコカップでのその戦いはその後沢登りと大江之が、そうです、シュートを決めまして1対1で、はい、まあ、マリノスを破ったエスパルスなんですが、はい、今日は果たしてどうなりますか。ここまでは同じような展開という形になっております。これが山田、先制ゴールを奪いました。非常に張り切っています。ビスコンティは後ろに流しましたが選手がいませんでした。こちらも同じような格好でミス。エバートン、久しぶりにエバートンがボールを持ちました。向こうサイドディアス、テントリアのディアスですが、今日は前に三浦を、そして山田を走らせるという形が多くなっています。横浜マリノス、ディアスがですね、まあ、鳴り物入りといいますか、はい、そのアルゼンチン代表でですね、はいはい、まあ、文句ないレッテルだと思うんですけれども、はいはい、まだ1点しか取ってないんですよね。そうですね、もうだから彼もやっぱり前でガツガツやって点取るじゃなくて、もうハーフからね、要はどっちかとしたら若い2人、特に三浦君にね、非常にロングパス、あるいはスルーパスを出して走らせてるという感じしますね。そうですね。本来自分がもらわなくていけないところに今日人を生かしているという感じがしますね。そうですね、そんな感じがいたしますが、はい、あえて一つのマリノスの今までできなかったパターンがこれからできるじゃないですかね。あ、そうですね。エバートンが深く入ってきました。まもなくエリアの中、シロングシュート、キーパーを抑えました。ちょうどベルディ戦、開幕戦でのこの位置からね。そうですね、素晴らしいシュートを決めましたね。はい、まあ、先に取ったのがあの時はマイヤーで、これよりちょっと遠かったんですが、同じような点をエバートンが入れまして結局は2対1。まあ、ベルディの天敵と言われていますこの横浜マリノス、今年の開幕戦も制しました。ただその後ガンバに勝ちましたが、5月22日から3連敗して現在3勝4敗という負けが一つ先行しているマリノス。清水監督もやはりその激しい戦い、先ほどちょっと話しましたけども、まあ、お互いがノーガードで殴り合っているというような感じの中でですね、はい、もう自分の体をコントロールできないような状態にね、はいはい、試合選手が追い込まれていると、はいはい、ですから、まあ、清水監督の目指すね、はい、いわゆるそのサッカーらしい美しさとかね、はいはい、そういうものは全く望む感じがないと、はいはい、いう話なんですよね。もう本当その通りと思いますね。まあ、だからディアス下げて作る人がいないから、まあ、山田君もちょっと作るのにはまだまだ早いと思うんですね。彼の特徴はドリブルとスピードですから、そうですね、やっぱり攻撃の方がいいと思うんですね、はい、やっぱり木村君あるいは水野君が抜けて、非常に作る人で困ってて、まあ、ディアスを下げたじゃないかなと思うんですね。
ある程度その面では成功してるじゃないかなと思うんですね。そうですか。しかしそれだけのストライカーがやはりそれだけの能力を持っているということはやはりいい選手というのはいろんなものを持っているということなんでしょうね。そうですね。まあその年俸が高いほど2つ仕事できることは2で割れば安くなりますからね。なるほどね。さあこれはまたチャンスを作ろうというマリノス。キーパー真田抑えます。非常に今日は単純に縦に持っていくケースが多くなっていますマリノス。その一つの形が先ほど現れてゴールに結びつきました。こちらは三浦文武、すでに汗びっしょり。雨はすっかり上がりました本平運動公園球技場。まあ、僕は今日できればね、真ん中は高さの守りじゃなくてスピードがある人が守った方がいいなという感じがしますね。まあ、マリノスはコーナー以外はやっぱりスピードに警戒しなくていけないチームと思うんですね。まあ、その面で三浦君あるいは山田君が非常に三浦走ります。堀池どうやって守るか。あ、これは相手にパスが取ってしまいました。走り込んできた。これはディアスか。ゴール前。さあどうだ。これはシュート決まった。山田のシュート。2点目。山田。2点目を得れました。2対0。前半の終了。残り3分というところ。42分です。いやー、2点目が入りました。思わぬ形で点が入りました。これは清水としたら嫌な時間に取られましたね。そうですね。これは難なく入れました。はい、完全ボールサイドにみんな傾いてましたね。はい、これは向こうサイドからはディアスですかね。ディアスが入ってきました。やっぱりトップに残らないで後ろからスッて上がってきましたね。はい、そうでしたね。昨日は三浦君のワンポイントのトップに出たところに頑張って、あっとこれはエデューが行ったか。あ、ゴールは壊れましたがゴールを奪うことはできません。エデューオーバーヘッド。これは接触プレーがありました。エドゥが蹴った時でしょうか。そうですね。片方がこう飛び込んできた。今のはしかしエスパルスにとっては非常に大きなチャンスでしたね。まあ、よく松永君があそこ手が出ましたね。そうですね。はい、そして倒れているのがこの大村であります。そうですね。まあ、オーバーヘッドした時に彼も頭で突っ込んできましたから。はい、こういった接触プレーというのは非常に多くなってますが、右サイドからのボール、これをキーパーがこぼしたところエドゥが行きます。しかしこれはキーパーの足ちょっとこう邪魔になったという感じでしょうかね。はい、意図的に松永が何かをしたわけではありません。こういうところにドゥがすごいと思うんですね。そうですね。ちょっと相手が油断してミスしたのですぐそこで突っ込んできますね。はい、まあ、彼はハーフよりむしろフォワードの方が合うかもしれないですね。はい、まあ、前線のジェフ戦でもですね、まあ、1点入れましたけども、この時もやはり非常にこう嗅覚って言いますかね。はい、そういうものを感じさせましたゴールです。それとそのエドゥという選手は PK 外した後の1点でしたから、はいはい、しかもその PK を外して1分後に入れました。そういった何かやはり意地と言いますか底力と言いますか、こういうものを持っていますエドゥ。杉本2人が囲んで、これはハンドですね。ショートがハンド。前半に2点が入りました横浜マリノス。ちょっとこのスタジアムが騒然としてまいりました。前半残り時間がほとんどなくなっております。なんとか1点を返しておきたいエスパルスですが、マリノスとしては越後さん、これは嬉しい誤算というかですね、2点も入るという。そうですね。どうでしょう。まあ、守りがね、世に楽になりますね。やっぱり出なくていいから、はい、まあ、もう強いと言われるマリノスの守りがね、本当それだけ考えればいいんですから。そうですよね。そういった意味でもエスパルスなんとか1点を返しておきたいところ。前半のゴール時間ほとんどありませんが、エバートン持っています。エバートンから山田、山田貴弘、今日2点、今日2ゴールの山田。その先輩の平岡がタッチに出しました。今のところ後輩の山田が勝っています。非常にその後輩の方が目立っている形になっています。すでに45分が経過しています。前半2対0。このまま折り返すか。
スローイン、また山田、オフサイドですね。あ、そうですね、はい、はい、ちょっとレフリースタッフも疲れてきたところじゃないですかね。まあ、これは全般的に、ね、疲れというのは選手だけではなくてね、はいはい、まあ、こういうところはね、やっぱりインスペクターがね、ちゃんと厳しく見てですね、はい、やっぱりこういうレフリーのレベルももう少し高くしてほしいなという感じがありますね、はい。今前半が終了いたしました。前半横浜マリノス10番をつけました若きエース山田の2ゴールによりまして2対0マリノスがリードしております。公園球技場、これから後半に向かいますが、今日も満員御礼、超満員のこのスタジアム、黄色い帽子そしてオレンジの旗が目立っていますが、時折トリコロールも見えております。それにしても越後さん驚きました、はい、山田の2ゴール。そうですね、少ないチャンスをね、やっぱり守ってその2人若い速い選手を置いて、まあ、非常に研究されてますね。エスパルスのバックライン特に真ん中は強いけども、スピードには弱いという。なるほどね、そこがぴったり当たってるなっていう、少ないチャンスをものにしたなという感じがありますね、はい。今ゴール支配率が出ましたが、エスパルスが 58% ボールを支配していながらですね、このような一発攻勢で2点を取られました。しかし山田が落ち着いてましたね。落ち着いてましたね、はい。まあ、落ち着けるぐらいのね、それぐらいフリーになってしまったんですね。これはエスパルス側にちょっと責任があると。ありますね、言えますね。今のが1点目、そしてこれがディアスが飛び込んできて逆サイドに、ここに山田が待っていました。これももうそうですね、これ山田君がフリーになったことだけじゃなくて、はい、ディアスが入ってくる時のチェックが全然なってないんですね、はい。だから完全その受け気味になってますね、守りがね。なるほどね、あそこにやっぱり突っ込んでくる人が見えますから、出ていかなくていけないと思うんですね、はい。まあ、とにかく右サイドに自由にですね、はい、山田を働かせていくという、はい。まあ、僕は思うのは向島君のね、ええ、その守りの良さ、その相手にこう非常に嫌な、非常に幅広く動いて守ってくれる部分をね、はい、やっぱりどうしてもマリノスが右サイド山田君からチャンスでは、やっぱり向島君を右に置いとかないで、やっぱり左に持ってきた方がエスパルスの守りも締まるじゃないかなという感じがしますね。あ、そのあたり、それじゃベンチワークがちょっと期待されるところですね。そうですね、まあ、僕だったら向島を本来の左サイド、はい、まあ、山田君の働くスペースを狭くして井岡君に待てば、まあ、向島のスイーパーをやってくれれば、縦のスピードは殺されるという、そこからエスパルスのいい攻撃してますから、はい、ますますペースをつかんでね、攻撃が安心にできる、逆襲も少なくなるじゃないかなと思いますね。なるほどね。何か一つ策を講じないとエスパルス、また同じような形で、右サイドからその山田がね、はい、自由にこう動いてチャンスを作ると、そうですね、そういう形になってきてしまいますよね、はいはい。今木村和志選手が出てきて練習を行ってまして、よく知っているファンの皆さんから、声援がなんか送られているところであります。木村和志がまた登場する場面があるかどうか。現在のところ2対0とマリノスがリードして、まもなく後半のホイッスルです。オレンジのフラッグが揺らめきまして、今後半キックオフされました。2対0とマリノスがリード。エンドが変わりまして、左から右に攻めますエスパルス、右から左にマリノス。これがビスコンティ、守りのいいそのマリノスがこの2点の余裕でもって後半に臨んで、ここを果たしてエスパルスがどう、まあ、突き破るかというところが後半の見どころになってまいりますが、まあ、1点と2点ではね、根城さん、そうですね、ちょっとこう精神的に違いますよね。そうですね、だから、エドゥあるいはサンのゴリどっちかをね、もう少し長谷川君のラインに上げなくちゃいけないと思うんですね、はい。これがサーノボリ、ボールに絡んでいますが、ちょっとハイボールでトラップすることができません。まあ、サーノボリ君をもう少しフォワード気味に上げるか、エドゥ上げるかということによって、もう少しこうチャンスも早めに作れるかもしれないですね。あ、そうですか。果たしてそういった作戦を授けましたか、レオン監督。10番のこぼれ球、大柳、杉本、ボールをもらうことはできません。エドゥが行きます。しかしこれは事前に守る、キーパーへのバックパスですので
松永はキックで戻します。さあこういったところを拾いたいところですが、ここでファールがありましたか。オフサイドですね、エドが、はい、遅れましたね、帰りが。オフサイドがありました。これが184センチのエドゥ、元ブラジル代表、最後はメキシコのアメリカというチームに所属しておりました。20歳の時にブラジル代表入りを果たしまして、一時は10番をつけていたということもあるわけで、相当にその潜在能力というものは秘めているというふうに思いますけれども、現在4得点のそのエドゥ、レオン監督は相当にこのエドゥに期待をしているそうですね。そうですね、はい、体もありますし、特に彼のゴール前のね、はい、そのセンスが素晴らしいものを持ってますね、はい、したがってやはりゴールに絡む仕事ということになりますと、前でもっと働いてほしいという。そうですね、特にリードされてますからね、はい、もうあんまり細かく作りにはいかないだろうと思うから、はい、もう少し大きなバックラインですからね、エスパルスは特に今日、はい、小泉君を真ん中に入れたということは非常に高さがありますから、はい、これ長谷川1本だけではちょっと苦しいかもしれないですね。そうかもしれませんね。さあビスコンティからこれ山田、今日2ゴールを挙げています山田。小村、マリノスの大村、粘ってボールを自分たちのものにしました。エドゥのヘディング、こぼれ球エバートン、左サイドは平川、これがラモン・ディアス、これはミスパスです。今日は中盤に下がってプレーをしていますラモン・ディアス。向島、ちょっとこれはパスが大きすぎました。再びマリノスボール、エバートンからボールが出てゲームを作るビスコンティ。このあたりやはり余裕を感じますマリノス、まあ、言ってしまえばもう1点をあえて狙いに行くことはないわけですから、マリノスとしてはね。そうですね、はい、チャンスあれば行くっていう、はい、まあ、あれば行くということですからね。対してエスパルスの方はなんとか点に結びつけるプレーをしなければいけません。さあ右サイドに流す、エドゥが出ます、これはオフサイドという判定ですね。オフサイドがあったか、ちょっとこの位置からでは確認がしづらかったんですが、エチュどうですかね。もし あれば後ろから回って戻ったという形ですね。あ、なるほどね。でも今日、まあ、リオ・ライズマンレフリーの出来から言ったらちょっと分からないなという部分もありますね。はい、いずれにしても判定はオフサイド、チャンスになりかけましたエスパルスですが、何しろ1点を早く取りたいところです。ビスコンティからのボール、スルーパス、懸命に守りに行きます。平岡、最後は倒れましたがエスパルスボール。平岡とその後輩の三浦です。清水商業から筑波大学を経まして今年ルーキー、現在木村和志、そして水沼、この2人を主軸を欠いているマリノス。これに代わって若いこの三浦、そして山田が入っています。横浜マリノス、ディアス、そしてエバートン、もう1回ディアスに、ボールがタッチを割って堀池。なお今日のこの日本平運動公園の入場者総数が9464人というふうに出ました。9464人の観客を飲み込んでいます日本平。渡辺さん、さビスコンティ渡辺さん、はい、両チームのハーフタイムの指示をお伝えします。まず2点を取られてしまったエスパルスのレオン監督なんですが、前半振り返って正確さが欠けたと、平岡選手のマークも甘くなったので裏を取られて失点をしたと振り返りました。後半に向かってはですね、とにかく落ち着きなさいと、マリノスは5分間で2点を取ったので必ず我々も2点を取れるんだと、慌てないで全員がしっかり前の方からチェックをしなさいという指示でした。それから一方ですね、2点を先行しているマリノスの清水監督なんですが、前半の方は非常に攻守のバランスが取れていていいと、このまま行こうということでした。さあまた1対1になりかけました。11番の三浦が突っかけていきました。
はい、どうぞ続けてください。続けます。相手のディフェンスは前へ前へと出てくるので、速いパス回しでオープンから崩していこうという指示が出ていました。リードを忘れて冷静に行こうということで、こちらの方はどこかしら余裕が漂っているマリノスのベンチでした。以上です。まあ余裕はその表には出しませんけれども、内心は相当にあるんじゃないかと思います。清水監督、とにかく4試合で1点しか取れなかったこのところのマリノスが一挙にこの試合で2点を叩き出しました。もともとその爆発的な得点力があるチームではないだけに、こういった前半で2点非常に効率よく入ったということは、今後の戦い方に大きく影響してくるものと思われます。さあスピードのある三浦が走っていきます。ヘディングで戻します。マルコがやはりそのあたりを警戒して早め早めに守っています。これはオフサイド、エドゥです。エドゥがオフサイド、まあ、流行る気持ちは分かるんですけれども、やはりそのレオン監督言うように、とにかく落ち着いていこうと、これしかないですね、藤子さんね。そうですね、エドゥが中盤でボールをカット。さあどういった、カット、足を引っかかった、フリッピング、倒れているエドゥ、倒れまして場内からブーイング。しかし激しいタックルを見せました。ここで行ったのはこれ平川ですかね。いや、小泉ですか、はい、失礼しました。小泉ですね、6番の小泉がスライディングタックル。今イエローが出ましたね。そうですね、はい、さあ向こう島センターに変わった、初ゴール、沢登りの初ゴール、2対1、エスパルス1点を返しました。今の向島のボールは良かったですね。素晴らしかったですね。向島、そしてゴール前に長谷川がいまして、そうです、このボールが流れて、もうラインを割れたと思ったんですが、ここにいました。もう1点ご覧いただきましょう。この沢登り君のね、はい、この上がっていく、エドゥが上がっていく、はい、やっぱり同点まで持っていくのにこの無理はしなくていけないと思いますね。ああ、なるほどね。後半の8分です。沢登正明、日本代表 J リーグ初ゴール。さあそしてここで青島が入りました。青島とサントスですね。あ、サントスも入りましたね、はい、いきなり向島君と、はい、あの杉本君を抜いたんですね。あ、やっぱりフォワードをもう少し、もう一人足すという形です ね。さあいきなり突っかけていきました青島。おっと、これは後ろからついた、ちょっとぶつかるような格好になってしまいました。青島がいきなりエンジン全開という感じです。おっ、これはチャンスになるか、長谷川、長谷川飛び込んでいく。すごい気合いですね。呆然と、あ、